ギタープラネットの柳津です。今日はですね、久々のマザーメアリーストラップの紹介です。今回ご紹介するのは合計9本のストラップです。大変人気のあるお花柄のストラップもありますし、今回は幾何学系の柄もございます。新しい楽器を手に入れてストラップで悩んでるお客様、ぜひこちらのマザーメアリーストラップをご覧ください。ではまず1本目、以前にもご紹介したことがあるこちらのサルトバーンです。こちらは結構固めな生地なんですけれども、すごい柔らかいです。黒と白を基調としたお花柄ストラップなんですけれども、結構睡蓮のような和風の雰囲気も感じられるようなストラップですね。こちらのストラップは黒のギターとかにもね、もちろん合うと思うんですけれども、柄物欲しいけどちょっとそんなに派手なのは得意じゃないなっていう方にも差し色として使っていただけるのかなと思います。続いて2本目、こちらのなんかフラミンゴピンク的な感じのお色味のストラップが入荷いたしました。こちらの名前はサーモン・オブ・カピストラーノっていう、ちょっとごめんなさい、カンペを見ちゃいました色味はもう完全にフラミンゴピンクですね。フェスタレッドとかにも合いそうなお色味です。じっくり見ると刺繍入ってるんですよね。刺繍っていうべきなのか、刺繍でしょうね。結構お花というかリーフ柄の模様が入ってるので、一見すごいシンプルなデザインなんですけれども、ちゃんと、ね、デザイン性もあるっていうストラップですね。ストラップホールのペイントもすごい可愛いですね。裏はこんな感じです。もちろん一本一本ペイントの様子は全然違うので、そこも見て選んでいただければなとは思います。でこちらのストラップはこれも結構しっかりしてはいますけれども、柔らかいですね。すごい頑丈性は抜群です。さっきちらっとお話ししましたけれども、フェスタレッドのギターにも絶対間違いないと思いますし、あとはピンク系ですかね。なんかシェルピンクとかにも合わせても素敵ですし、バーガンディ系のお色味にも絶対合うなって思います。続いて3本目、3本目も暖色系カラーになるんですけれども、こちらのアーケストラっていう幾何学模様ですね。なんかトランプみたいな感じですよね。色の配色的にはなんかね、キングっぽい感じの雰囲気を感じますこれは結構肌触りはツヤっとしてますね。生地の厚みはしっかりとしてます。こちらは間違いなくダコタレッドでしょうね。ダコタレッド、ブラックチェリー、何でも合うと思います。でもなんかやっぱりクリーム色が入ってるので、どこかちょっとレトロな、ね、雰囲気があるストラップですね。なんか大正ロマン的なすごい素敵なストラップです。続いて4本目のストラップです。で4本目もちょっと同じ色の系統なんですけれども、じゃーん、こちらのちょっと複雑なチェック柄ですね。こちらのストラップはブルーウィンクルっていうストラップです。これもかわいい。いや結構いろんな色が入ってます。オレンジと赤と黄色も入ってますね。でこれはブラウンなのか黒なのかな、ちょっとなんかグレー系の黒も入っていて白も入ってる。ちょっと色広い放題ですね。もうじき秋にもかかるので、さっきご紹介したこちらもそうなんですけども、こういうお色味のストラップは皆さん一つは持ってた方がいいんじゃないでしょうか。でこれは結構厚い感じのストラップですね。凹凸感も多少あるので滑りにくいと思います。色拾うのは同じ系統なのかなって思うんですけれども、ブラウン系のギターにも合わせてほしいですし、ちょっと秋らしい感じの雰囲気があって、お洋服にも合わせられると思います。続いて5本目です。5本目からは結構お色味かなり変わります。じゃーん、こちらのポロックっていうストラップです。ブラックですね。完全に筆で描いたような柄なんですけれども、よく見るとシルバーのペイントも入ってますね。光沢感があるの分かりますか？遠くから見るとこんな感じです。これもモノクロトーンですごく使いやすいのかなって思いますし、生地もそんなに硬くないのですごく馴染みやすいと思います。こういうモノクロトーンなのにこのレザーペイントはちゃんとカラフルっていう、いやーマザーメアリーですね。裏はこんな感じです。これはそうですね、モノクロトーンでぜひ合わせてほしいんですけれども、私だったらこっちの色に合わせるっていうのもすごく素敵かなと思います。こっちの色は結構パープルとかオレンジ入ってるので、そっちの色を拾うっていうのもすごくおしゃれなんじゃないかなって思いました。続いて6本目、こちらマッセイホールっていう幾幾何学模様柄のストラップです。これ素敵だな。こんな感じですね。こちらは民族的な感じの柄なんですけれども、お色味はなんかアクアブルー系のお色味とオレンジグリーンが入ってるので、ストラトのマイアニブルーと色拾えますし、オレンジとグリーンで色拾ってもすごく素敵なのかなって思います。なんかこういう全体的にオレンジのストラップにオレンジのギター合わせても、すごく素敵だとは思うんですけれども、私みたいに全身オレンジみたいになったりするので、そういう時はじゃあこれだったらイエローのギターに合わせたりとか、黒系のギターに合わせたりとかも素敵ですし、これだったらこのワンポイントの色、ここの色とかここのブルーの色とか、ネイビーも入ってますね。よく見たらもうギターに合わせたらすごく素敵なんじゃないかなと思います。続いて7本目のストラップです。こちらのお花柄ストラップです。かわいい、かわいいですね。ベルモントステークスっていうストラップです。白を基調としてるんですけれども、ヨーロッパにあるようなティーカップの雰囲気を感じられますね。これかわいいですね。生地はちょっと薄めですね。こんな感じ、これぐらい。軽いギターとかにもいいんじゃないかなと思います。わ、ペイント素敵ですね。わかります？この葉っぱの色味とすごく合ってる。すごい素敵。このギターでしたらやっぱ白のギターは欠かせないですよね。あとはピンク系のギター合わせてもいいですし、このグリーンのお色味が結構ブルーも入ってるようなオーシャンターコイズ系のグリーンなので、普通にオーシャンターコイズのギターに合わせても綺麗だと思います。なんかダークカラーっていうよりかは割と明るめのライトカラーに合わせていただくといいんじゃないかなと思います。続いて8本目のストラップです。こちらのファブリーズっていう名前なんですよね。あのファブリーズって思うかもしれませんが、ね、これもグレージュ系で可愛いですね。なんか街中でこういうグレーにオリーブ系のトップスを着ている可愛い女の子とか見かけて、あ、最近グレージュ系流行ってるのかなって思ったんですけど、まさにこのストラップだなって思いました。水色とグリーンが入っている模様で、ベースはグレーですね。生地はどのモデルも結構やわかめなんですけれども、がっしりしてますね。これでしたらそうだな、最近当店で斎藤ギターを取り扱い始めたんですけれども、斎藤ギターって結構マットカラーがメインで作られていて、そのマットカラーのね、お色とすごく合うんじゃないかなと思います。マットカラーも結構ブラックマットとかブルーのマットカラーとかがすごく人気があって、当店でもベースいくつかもうすでに買っていただいていたりとかもするんですけれども、やっぱそういう系で合わせていただくのがいいのかなって思います。発色のあるビビットカラーというよりかは本当暗い感じの暗いトーンで合わせていただくといいんじゃないかなと思います。じゃあ最後のストラップです。最後はですね、これ私一押しかもしれないこちらディスコクイーンです。かわいい。いや、こういうワンピース欲しいな。こちらは帆布系の生地ですかね。あ、でも帆布よりかはちょっと柔らかい生地なんですかね。黄色とブルーのこの配色がすごく可愛くて、なんかティファニーブルーですよね。このブルーはすごい綺麗な発色だなと思ったんですけども、ちゃんと私の大好きなオレンジも入ってるっていう、いやー、これすごい魅力だな。普通に欲しいこのギターはちょっと合わせるの難しいかもしれないんですけれども、さっきのこのストラップとはもう正反対にビビットカラーのギターと合わせていただくのが絶対間違いないと思います。このストラップには入っていないカラー、ピンクで合わせてもいいですし、結構ビビット系のピンクでね、合わせても素敵だと思いますし、あとはなんかアクアブルー系、鮮やかなブルー結構世の中にたくさんあると思うんですけれども、そういったものとね、合うんじゃないかなって思います。かわいい、かわいい。今回どのストラップも5本ずつ仕入れしたかったんですけれども、品切れしてるものも多くて、その中の一つもそこまで多くはお取り寄せできなかったんですよね。今ご紹介した中で気になったモデルあれば皆さん早めにゲットしてください。いやー、ちょっと今回のストラップは割ともう全部衝動的にわあこれもいいあれもいいみたいな感じで仕入れさせていただいたんですけれども、私の今回のリコメンドはですね、めっちゃ悩んでます。やっぱりオレンジ好きなんで、基本的になんかこういうちょっと赤系が入っているオレンジとかやっぱめっちゃ可愛いなって思ったんですけど、なんならこういうカーディガン持ってますし、なんですけれども、やっぱりディスコクイーンですかね。いやー、これかわいいでも私こういう色のストラップ買っちゃったんですけどね。でも柄物は持ってないんで、これを買っちゃおうかな普通に今回お花柄と、あとは幾何学模様系のものが多いんですけれども、こんな感じでやっぱりマザーメアリーストラップさんの中で一番好評なのはお花柄ストラップなんですけれども、意外とこういうそこまでなんていうんでしょう、柄が入っていないストラップとかも好評いただいてるので、この辺りもすごくいいんじゃないかなと思います。今日ご紹介したストラップが気になった方は当店ギタープラネットのホームページをチェックしてください。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらからよろしくお願いいたします。